さんこんにちは、ガルー営業の池田です。今日は皆さんが思っているであろうマンティス LVR とマンティス LV の違いについて徹底比較します。よろしくお願いいたします。それではまずパーツとして何が違うのかを見ていきましょう。マスクの根幹となるこのシリコンスカートが違います。次に見た目の根幹となるこのフレームも違います。それ以外のパーツは全て同じパーツを使っております。つまり例えば今マンティス LV のドツキレンズを使っている方のマンティス LVR にしたいなという時にはこの LVR にそのまま付け替えることができます。パート1まとめ。マンティス LVR とマンティス LV の違いはシリコンスカートとフレームの2箇所だけ。では今度は細かく異なる箇所を見ていきましょう。最初はマスクのシリコンスカートから。その前にガルのマスクにはシリコンの核となるベースが2種類あります。王道マンティスからのマンティスベース、そしてベイダーファネットから引き継がれるリークレスベースがあります。2種類の違いを詳しく見ていきましょう。マンティスベースはリークレスベースよりやや大きめで標準の日本人顔向けです。リークレスベースはマンティスベースより小さめで小顔や面長に向いています。特徴はこのわら筋、つまり頬骨の筋肉を包み込んでいます。マンティスベースは顔あたり部分は台形をしており吸盤のようにしっかり吸い付くイメージです。大きさは標準画を似合わせて設計されています。仲間のマスクとしてはマンティス5、マンティス LV、ベーダーがあります。リークレスベースの顔あたり部分は頬骨を包み込むように四角形をしており優しくフィットするイメージです。大きさは少し小さめで小顔や面長に合わせて設計されています。仲間のマスクとしてはランツェ、マンティス LVR、ベーダーファネットがあります。マンティス LVR は小顔さん、面長さん、わら筋発達している方に、マンティス LV は標準日本人顔向けの方に合っていると言えるでしょう。どちらかが合わない方はもう片方をぜひ試してみてください。それではさらに深掘りしていきましょう。最大の特徴はここ、鼻下周りが全然違います。レギュレーターを加えている時、あーいーうーって加えていると思いますが、笑っていたりシワが寄っていたり噛み締めていたりと自分の口元は随分動いています。そこでここレンズの下の部分、ここのシリコンを骨を持たせるように補強しています。これによって自分の口元のちょっとした動きにもめくれないような構造になっています。さらに LV と違って内側が平面ではなく立体的な構造になっていることで自分の顔とシリコンの間に隙間が生まれにくいような構造になっています。これによって浸水しにくいようなシリコンとなっています。それでもやっぱり水が入ってきてしまうこともあります。そこでここ、先ほどの顔に当たる部分が立体的になっていることでここの溝に沿って水が排水されるドレーニングスカートが活躍します。これによって水が勢いよく排水されます。例えるならばホースを潰して勢いよく水を出すところをイメージしてください。さらに耳抜きができない問題も LVR は解決できます。実際マスクの鼻の部分って日本人だと半分も入ってないことが多いんです。そうすると耳抜きができない人の多くは
鼻がつまめていないことがあります。しかしこの LVR はここ鼻のノーズポケットが広く深く取られている仕様になっているので、グローブをしていても耳抜きがしやすいような構造になっています。パート2まとめ。マンティス LVR はリークレスベースに浸水しづらく排水しやすい機能を追加し、耳抜きの成功率が上がる広くて深いノーズポケットが特徴。さてこの2つのフレームについて説明していきたいと思います。こちらの2つはお好みで選んでいただければいいかなと思っています。強いてあげますと、こちらの LV よりも LVR の方がシャープなデザインをしており、横幅など LVR の方が薄くなっております。またここの水玉はおしゃれなデザインを使っております。またこちら重さですが、 LV が 31g、 LVR が 28g と 3g 軽くなっております。それではマスクの見た目で選びがち問題について。もちろんマスクがかっこいいまたはかわいいのがいいですが、マスクに水が入ってきてしまっては、せっかくの楽しいダイビングも楽しくなく、せっかく撮ってもらった写真もかわいくありません。そこでマスクを選ぶ最重要ポイントとして、自分の顔に合っているかを優先に選んでみてください。パート3まとめ。 LVR はLV のフレームよりもシャープな設計で 3g 軽い。マスク選びで何よりも大事なのは顔に合うかどうかです。長々と話してまいりましたが、皆さん少しは違いを理解していただけましたでしょうか。どうしても試してから買いたいという方は、概要欄にモニター会情報を貼っておきますのでチェックしてみてください。近くの海でモニター会がないよという方は、正規取扱店舗までご連絡ください。ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。